こういう仕事って多分ポスティングの方がいいんですよね。大体100件か200件配ったら1件かかってくるんです。反響があるんで。納豆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 って言って売り歩いてるのご存知じゃないですか。自由に働いてるんです。納豆納豆って言ってますか。納豆納豆って言ってますね。ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。個人事業主としてリフォーム営業で独立をします。個人向けリフォームや企業に対しての店舗リフォームの提案などをイメージしています。そこで元手資本がないところでどのような集客方法がいいか模索しています。個人宅への飛び込みやテレアポなどはやはり時代に逆行していてうさんくさいかなと感じてしまいます。お二人ならどのような方法で集客を目指していきますかという質問です。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。 V&M パートナーズ株式会社代表であり元で10万円で100億円の売り上げを作った事業のコピペ術フランチャイズ本部の作り方の著者である宮崎太郎さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあどうですか答え。そうですね、私はあの似たような仕事で造園業やってたんですね。造園会社やってたんで、でそこでちょっと感じたのがちょっと堀江さんの考えと違うかもしれないんですけど、はい、こういう仕事って多分ポスティングの方がいいんですよね、っていうのが理由が一つあって、結構あの皆さん今広告ってやっぱネット広告に偏ってて、結構その DM とか新聞も取らなくなってきてるんで、ポストのチラシっていうのも極端に少なくなってるんで、で入れたら大体私たちも造園の、まあ、木を切りますとか木を植えませんかのチラシでも大体100件か200件配ったら1件かかってくるんです。反響があるんで、だからなんか地道にされる方が、そんなにこう拡大を目指さなければポスティングとかの方がいいかな。なんかペンキ屋さんもそんな感じだった。ペンキ屋さん、うん、あ、そうなんですね、大阪でペンキ屋さんやってる人が、うん、なぜか法人会、うちの HIU の法人会員になって、いいのかなと思いながら。その方どうやってされるの？ポスティング。ポスティングですね。ああ、やっぱポスティングなんだ。ポスティングの会社も作ってましたね。ああ、そうですよね。ただ多分1件10円とか20円で配ってくれると思うんですよね。そうそうそう。だからそれぐらいで配るポスティングで、やっぱポスティングが一番反響がいいって言ってたんで。あ、本当ですか。あとは、まああとはあれだよな。まあウェブも今エリアマーケティングできるんで。あのすごいメッシュ、細かいメッシュでこの地域のここ、はい、みたいなやつができます。ああ、そうでしょうね、そこにだけモバイル広告出しますとか、ああそういうのできますね。めちゃくちゃ地域を限定するんですね。うん、ほんと1キロ四方とか500メートル四方ぐらいでできる。ちっちゃい、うん、全然それぐらいの、それぐらいの細かいマーケティングができますね。うん、ここは築40年とか50年ばっかりの家ばっかりだっていうところに絞ってされるとかっていうことですかね、リフォームだったら。うん、まあリフォームだと、あとなんだっけな、台風とか自然災害。ああ、なるほど。自然災害とかで屋根瓦が飛んだとかは、あれ保険で直せるんですよ、火災保険とかで直せるんで。なるほど。うちもそうだった。何あの今年のあの大雨わーって続いた時あったじゃないですか。でおじいちゃんおばあちゃんちがちょっとあの屋根があの壊れちゃって、でそれもまさにその保険のやつでリフォームになりました。その場合は恐れるとあれですね、ウェブの方がいいですよね。なんか屋根がうちこうこの辺被害にあったっていうところなんかポスティングってもちょっといやらしいっていう。いやいやいや、それいいんですよ。喜ばれるんですよ、ね、逆に喜ばれるっていうか保険で直せるから。あ、そっか、火災保険ですか。そう、火災保険とかに特約がついてるんですよね。なんかうちは特にでしたけど、おじいちゃんおばあちゃんちだったんでまあ結局周りの人間がやりましたけど、なんかそのウェブで探すっていうよりもチラシがポコッと入ってる方が確かに目につくかもしれないです。その後そのチラシからウェブに飛ぶかもしれないですけど、ただで直せますよ、うん、ああそっか、多分それは確かにポスティングの方が目につくかもしれないなとはちょっと今想像して思いました。まあ、時代に逆行してうさんくさいとかじゃなくてもう個人宅とかもそれしかないですよね。そうですね、ベストなのも手渡しできたら一番ですね、顔も分かってもらってよろしくお願いしますっていう方が
意外とそのままですね、仕事取れたりすると思うんですね、うん、まあだから本当は新聞配達とかこれはできるが一番いいんでしょうけどね、うん、あ一緒にやっちゃってですね、はい、なるほど、毎日うっとうしいかもしれないですけどもう豆腐屋さんみたいなことやんないですか。うん、そうですね、まあ一応なんか売却した時に同じようなのをやっちゃいけないという契約になってるのはあるんで、まあ5年間やっちゃいけないってなってるんで、ただもしないですね、なんかやるんだって売ってないなと思ったりですね、同じことやるんだったらそもそも売ってないなって思ったりですね。うーん、じゃあ今は投資とか。投資、そうですね、投資とか、はい、やってますね。とかいろんな、なんか方の話が聞けるんで、うん、それが楽しいなと思いながら。豆腐屋みたいな他にないんですかね。豆腐屋みたいなのだったら売りに行けるってことですか、うん、関東特有ですけど、九州とか絶対ないんですけど、納豆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 って言って売り歩いてるのご存知じゃないですか。納豆を売ってる人いるね。へえ。あの方も一回止めて聞いてみたんですよね、いくらぐらい売れるんですかって言ったら、大体1日だと6万とか7万売れるって言ってたんで、だけど1ヶ月したら、まあ休みなしで考えたらなんですけど、180万とかの売り上げなんですよね。原価半分ぐらいだと思うんで、全然なんかすごい食うだけのこと考えたら手っ取り早いなというか、自由に働いて。納豆納豆って言ってんですか。納豆納豆って言ってますね多分福岡とかないんですよね。でも納豆売りの話は聞いたことありますよ。あ確かに納豆か。そうですね、まあ、今あるかどうかわからないです。何年か前だったんでですね、なんか練馬の方に会社があったんですよ、ね、へえ、あのなんか街中でたまに見つける果物売ってる方たちが、あれはまた別ですかね。たまにいません、みかんとか桃とかをトラックだ荷台だで、それこそもう新宿のど真ん中みたいなところで売ってたりとか。 あれ結構売れんだよ。 あれは駅前ですごいよく売ってるよね、うん、なんかいちごとかね、うん、あれはまた別ですか。そうですね、僕らもどちらかというとも移動して、うん、毎週月曜日の10時はこの場所、火曜日はここでもルート全部決めちゃって、お客さんのこう生活の中にも溶け込んじゃう、溶け込んでしまうっていうとこですね、うん、あけどそれこそ豆腐屋さんが持ち歩いてもいいかもしれないですよね。チラシじゃないですけどね。あそうです、そんな感じですもんね。すごいよね、確かに全然やれるよ。いや全然やれると思います。今多分九州と東京しかないんで、全然大阪もそういう会社ってあんまりないですし、東北とかもないと思う。昔はね、俺ラーメン屋が回ってきてたね。あチャルメラです。こうチャルメラ回ってきてます。器持って帰ってました、ね、え、どういうことですか。チャルメラ、えチャララチャララチャララララララ、あの一覧とかに入ったら鳴るやつ、あれチャルメラって言うんだけど。あああれだ。あれを鳴らしながら軽トラ、そうですね、うん、なんかすごい田舎にまで来てて。そうですね、うちの前とかに来てて。え、それどうするんですか。だってラーメン食べにチャララララチャララララ、来たっつって丼持って走っていくんだよ。え、で丼にラーメンを入れてもらって持って帰って家でラーメン食べるんですか。じゃあもう夜ご飯みたいなこと。そう、ね、そう考えると不思議な光景ですよ。不思議。今なんかインスタントラーメンが美味しくなってるから、なんかあれなんですかね。いやー、でも違うんじゃないですか。え、じゃあちょっと夜ご飯作るのめんどくさいってなったら。違う違う違う、だからもう夜ご飯とか食べ終わった後に来るんだよ。深夜に10時とかに来るんだよ。あ、締めラーメンとか夜食ってことだ。そう。あ、夜泣きラーメンとか言ってましたよ。夜泣きラーメンって言って、前まさに夜泣きラーメン。そうですよね。意外とあれないですよね。いや見ないですね。出会ったことないです。私何年か前に、僕ずっと移動販売の仕事をしてたんで、どうしてもそういう人たちが目について話聞きに行ってたんですけど、うん、やっぱりもう住宅地じゃ売れないからといって、あのオフィス街に9時とか10時行って、うん、みんな残業してるところで鳴らして降りてきてもらってみたいなはやってる人はいるみたいですけど、それ、うん、確かに売れそう。ルルルルルって言ってですね、でみんなでわーって買いに来てみたいな。あったかいも食べれますしね、そうしたら。そうでしょうね。ただやっぱ手間は手間ですよね、ラーメンはね。そうですね、作んないといけないからですね。豆腐作んなくていいもんね。そうですね、パックそのまま販売。作んなくていいってすごいな。作んなくていいですね。確かに。ラーメンだと仕込みとかもね、そうなんです、必要になりますからね。いくら買い揃えられると言っても。そうですね、まあ、一応ちょっとストックはしてもらえるんでですね、明日の分までって買ってもらえるんで。確かに豆腐最強説だな。
そうですね、そうですねって言いながらやめちゃってた。ただ本当にいい仕事だったと思いますね。なるほど、始めやすいというか、はい、ということでですね、あのリフォーム業される方もですね、ぜひ参考にしていただいて、詳しく豆腐屋のこととかも知りたい方はこちらの本がね現在発売中ですよね。はい、はい、そうです、はい、ということで皆さんこちらもぜひチェックしてください。はい、それでは本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。No, no, no telephone.